続いては名古屋市緑区大高にあるザ・アミーゴス大高本店。どうもこんにちは。どうも、あれブラジルの方ですか？あら、ここブラジルのスーパーですか？はい、そうです。ザ・アミーゴスは東海地方に7店舗を展開するスーパーマーケット。日本に住むブラジル人のために現地の輸入食材などを扱っていますが、もちろん日本人でも買い物 OK。 近頃は日本人のお客さんも増えているようで。日本人は買い来てもいいんですか？あ、いいですね。はい、はい、別にいらないんですか？パスポートとか。あ、いらないですね。よかった。はい、品数はおよそ2000。日本のスーパーでは見かけない商品がいっぱい。海外に来たみたいでワクワクしますよね。ケールってご存知ですか？ケール、なんかイケてる女子が、イケてる女子そうです、なんかそうです、青汁に青汁とか入っているケールなんですけれども、こちら、大きい、はい、何じゃこれ、これがケール？キャベツのような。でっかー、はい、ちょっと普通に顔隠れますよブラジル人は必ずお肉と一緒に買って帰られます。アサイはご存知ですね。出た、アサイね。出た。ハワイから来たと思われている方が多いんですけど、はい、だってハワイの朝食で流行って日本に来たっていう知識が入ってます。そうですよね。このアサイの実自体はアマゾンで取れる南米原産の。南米の、はい、初めて見ましたよ、この冷凍のアサイ。これは日本のスーパーで売ってないです。スムージーなどに使われるアサイ、実はブラジルが原産なんです。この冷凍ピューレは日本人の女性客に人気なんだとか。そしてこの店一番のこだわりがこちらの精肉売り場。安っ、こんな大きいステーキ肉3枚で769円。わあ、イチボステーキ2枚でやっぱり778円。日本の焼肉を食べたらスポーツしますよ、イチボ。やっぱこんだけ安いと日本人の方もよく買いに来たりします。はい、そうですね。お肉はたくさんの日本人の方に買いに来ていただいてます。はい、日本人のお客さんに聞いてみると、バーベキューやるときの肉とか、やっぱすごく安いですし、美味しいので、はい、お肉の種類がたくさんあって、はい、赤身のお肉が安くて、すごく新鮮なので、よく買ってます。もうスーパーのお肉とは全然比べ物にならないぐらい、質もすごくいいので。ブラジル人の肉の消費量は、なんと日本人の3倍。特に、霜降り肉よりもお値打ちで、脂が少ない赤身肉が大好き。こちらのお店ではアメリカやオーストラリア産の赤身肉を独自のルートで大量に仕入れ、肉のカットなど加工を店内で行うことでコストを抑えているんです。オーストラリア産のリブアイステーキは 100g340円、牛バラ肉のサイコロはおよそ 1kg で1048円。確かに安い。さらにスーパーでは意外なこんな施設も。すごい、バーベキュー。なんとスーパーの隣にバーベキュー場。この後紹介します。コンロとかあるバーベキュー。そうです、こちらがバーベキュー場になっております。あら、はい、すごい。スーパーの隣でバーベキューできるんですか？そうです、そうです。去年オープンしたバーベキューコート。店内で買ったお肉をそのまま自分で焼いて食べることができるんです。いいですね。ただ手軽にできるんで全部用意してくれる。肉はそこで買います。
品は1人756円安い。さらに道具やお皿、調味料が一式自由に使えます。火起こしもお任せ。ステーキの焼き方も教えてくれるので安心です。スーパーで買ったブラジルの大きなぐるぐるソーセージと分厚い赤身のステーキ肉を豪快に炭火で焼いていただきます。めちゃくちゃ美味しい。美味しいです。油がジューッとしてて、でもすっごいさっぱりしてて、ものすごい美味しいですし、柔らかい。すっごいお手軽で、しかも新鮮だったらすぐ焼けて食べれて、みんなでワイワイできるっていう、ちょっと夏にぴったりですね。ここで食べながら、オリンピックも応援して、ブラジルを思いながらね。はい、ね、ぜひ。バーベキューコースは予約制で、金曜の夜と土日祝日に営業。食材は持ち込み自由で、小学生以下は無料です。という2箇所を紹介しましたけれども、バーベキュー相当行きたい行きたいですね。しかも756円安すぎますね。そうですね。一人この利用料で道具も貸していただけるので。素晴らしい。さ、肉が足りなくなったらもうすぐに先生に行きますね。もうどんどんね、買ってくればめっちゃ便利ですよ。そうそうそう、ね、あの系列店に行ったことがあるんです。ザ・アミーゴスの大垣店が行ったことがある。大垣店。大垣店のいいところは、隣にあの岐阜の超有名なご当地スーパーが立っているので、うん、岐阜の食とアミーゴスの異国の味と両方味わっているところがいいですね。今日はですね、あの大高の本店をご紹介しましたけれども、はい、やっぱり本店というだけあって肉はあのいいっていうふうにね、あのお客さんも言ってました、はい、で、大高こちらになります、うん、バーベキューコート金土日祝日の、営業で予約が必要になってますので、ご注意ください。